サウスシドニーラビトーズはニューサウスウェールズ州シドニー南部の郊外、レッドファーンを拠点とするオーストラリアのプロラグビーリーグチーム、ナショナルラグビーリーグプレミアシップに参加しており、州都の9つの既存チームの一つ、しばしばサウスやザバニーと呼ばれている。このクラブは1908年にニューサウスウェールズラグビーフットボールリーグの 創設メンバーの一つとして結成され、オーストラリアで最も古いラグビーリーグチームの一つとなった。ラビトーズはシドニーのレッドファーン、アレクサンドリア、ゼットランド、ウォータールー、マスコット、ボタニーといったシドニーの自治体を代表する NSWRL コンペティションの下で1908年に設立される。彼らは NRL に存在する二つの NSW 財団クラブのうちの一つで、もう一つは、シドニー・ルースターズである。サウス・シドニー・ラグビー・リーグ・フットボール・クラブは現在、ブラック・コート・リーグ・インベストメンツが所有する子会社の75%、残りの25%は、クラブの会員が所有している。ラビトーズの本拠地は現在、シドニー・オリンピック公園のスタジアム・オーストラリアで、あるが、従来の活動地域は、 かつてのシドニー南部郊外にある労働者、階級地域にあたる。クラブは、現在もレッドファーンに拠点を置いており、クラブの管理とトレーニング施設を持つ。チームは長い間ニューサウスウェールズ州全体に広がる、サポーターに支えられてきた。チームはリーグを、ニューサウスウェールズラグビーリーグ、オーストラリアラグビーリーグ、ナショナルラグビーリーグとあたるが、チームは、 オーストラリアのラグビーリーグ史上最も成功したプロチームであり、最も多くのプレミアシップを獲得していることに、加えて創設シーズンでプレミアシップを獲得した唯一のニューサウスウェールズクラブであることの栄誉を得ている。サウスシドニー地区ラグビーリーグフットボールクラブは1908年1月17日にレッドファーンタウンホール管理者の JJ ギルティナン、 クリケット選手のビクター・トランパー、政治家のヘンリー・ホイルなど、体制の支持者のもとに誕生したクラブは、1908年4月20日に、バーチングローブオーバルで、ノース・シドニーを11-7で破るなど、新しく結成された、ニューサウス・ウェールズ・ラグビーリーグの第1ラウンドで、プレーしていた。オーナーのラッセル・クロー・ウォリアーズ V ・ラビトーズ2009、ブロンコス VS ・ラビットス2008、 ニューサウスウェールズラグビーリーグプレミアシップの初期には、ホームゲームはあまり割り当てられていなかった。しかし、サウスシドニーは、1908年から1920年に、クラブが去るまで、ほとんどのゲームを、ロイヤルアグリカルチュラルソサエティグラウンドでプレーしていた。スタジアムからのパノラマ、2005年、ありがとうございます。